ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は猪木あり中近東で再戦へについて触れてまいります。1976年6月26日日本武道館で行われた格闘技世界一決定戦アントニオ猪木対モハメドアリ戦は世界的な話題となりました。猪木はアメリカの大手新聞社であるニューヨークタイムズの取材を受けました。この取材で猪木はモハメド・アリともう一度戦う意思があることを宣言しました。2回目の戦いではアリはボクシングスタイル、自分はプロレススタイルで戦うことを強調しました。そして猪木アリ戦を実現するため50億円を準備できるというスポンサーがいるということもほのめかしました。今度こそは2人の壮絶な戦いが見れそうです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は猪木あり中近東で再戦へについて触れてまいりました。